はい、皆さんこんにちは、ワンダリフルビジです。今回はプレイステーションのゲーム提督の決断3パップキット真珠湾シナリオ大攻撃のね続きをやっていきたいと思います。前回はハワイ近海に進出してきていたアメリカ軍太平洋艦隊、これの残存部隊を撃滅する作戦、そしてその補給拠点となっていたミッドウェイ、この攻略を行いました。今回はその続きになります。前回アメリカ軍の太平洋艦隊の残存部隊、これを撃滅したんですが、とはいえまだ艦艇数はある程度残っていると思われるので、どこを根拠地としているのかなというのを探るために工作員を送っているんですが、それがどこなのかつかめていないという状況です。西海岸にも艦隊が入っている様子がないですね。例えばこのロサンゼルスであれば、右側の方に艦隊と書いてあると思うんですけども、ゼロになってますよね。まあ、こういうところから察するに、どこか別の場所に潜んでいると思うんですが、それがどこなのかわからないまま、時間が少し経ってしまいました。なので、ここはですね、もう腹をくくって、再びハワイを空にして、主力艦隊、これを西海岸、サンフランシスコに向けて出撃させていきたいと思います。出撃させるのはまずこちら第2艦隊。南雲さんの艦隊ですね。正規空母6隻。約400機の航空機を持っています。第6艦隊。ここは空母、軽空母合わせて6隻。250機程度の艦載機になっています。で、その他で言うとですね、第4艦隊。これは完全に陸戦隊を輸送するための艦隊。同じく第10、第9。これもですね、陸戦隊を輸送するための艦艇になっています。そして第7艦隊がこれ戦艦8隻9隻というね、艦砲射撃に重点を置いた戦艦ヤマトを要する第7艦隊、これがねしっかり機能してくれると大きいかなというふうに思っています。では時間を進めていきたいと思います。はい、ハワイから出港してしばらく経ったらですね、アメリカ軍のおそらく空母を有する艦隊、これが押し寄せてきました。まあ、なんとかね、基地航空隊でこれを防ぎ切りたいなと思います。まあ、ちなみに技術の方なんですけども、対空レーダーだったり三式弾だりっていったところがね、ある程度完成をしてきているというのはあります。敵航空機だいぶ打ち減らしましたが、こちらもですね、飛行場に損害が出たり、要塞に損害が出たりしています。アメリカ軍の第3艦隊の航空隊ですね。はい。その後、アメリカ軍ですね、第1艦隊の残存部隊もハワイに戻ってきている状況が確認されました。なので、サンフランシスコ攻略作戦を一度中断します。今度こそ、アメリカ軍の太平洋艦隊、これを完全に壊滅させる、そういう作戦へと変更していきます。よって、ハワイに戻りましょう。全速力、全艦隊全速力でハワイに戻ります。まあ、ある意味でこのおとり作戦になったとも言えなくもないので、ここはですね、ちょっと前向きに捉えて急いで戻って、もう本当にアメリカ軍の太平洋艦隊、活動できる余力がないぞというところまで追い込んで、改めてサンフランシスコ攻略作戦、これをね、行える環境づくりをしていきたいと思います。では、アメリカ軍の艦隊、確認してますので、これに攻撃を仕掛けていきたいというふうに思います。ここでね、アメリカ軍の空母、これを沈めて、完全に無力化することで、なんとか、西海岸攻撃を、行為の憂いなく戦えるようにね、していきたいなというふうに思っています。では、南雲さんの、本当にね、至宝とも言える、熟練搭乗員を要する、全400機、399機の攻撃隊。これをアメリカ軍の空母。これに向けて発艦発進させていきましょう。
第1艦隊と第3艦隊が展開しているのを確認しています。アメリカ軍の第1艦隊と第3艦隊、これが展開しているのを確認しています。ここで空母を完全に無力化することができれば、まあ、事実上ハワイの奪還がね、アメリカ軍としてできなくなるという状況もできますからね。ホーネット、ワスト確認してもらいます。ワスト撃沈です。山口智文さんが中将から少将に昇進、ホーネットも撃沈。戦艦アーカン P 撃沈です。はい、第一次攻撃隊、これがアメリカ軍の第一艦隊、ホーネットとワスプを撃沈しています。残りの空母が2というところですね。第三艦隊も近くに展開しているとなれるので、これも撃滅します。では、続いて、第6艦隊ですね。まあ、いわゆる2航線、第2航空艦隊、全180機、これも先ほど攻撃したアメリカ軍の第1艦隊、これに向けて出撃します。ここはですね、熟練搭乗員があまりいない、航空隊になるので、損害がある程度出るというふうに思っています。まあ、ただ、敵の直縁は、もうほぼ壊滅しているという状況なので、一方的に撃てる状況も作れていると思うので、なんとかね、ここで空母を仕留め切りたいなというふうに思います。軽空母、ベガンジンベイ、インディペンデンス。軽空母が2隻残ってましたね。これで軽空母2隻撃沈。この艦隊から空母は一掃することができました。あとは第3艦隊が残ってるはずですね。アメリカ軍の第3艦隊、ここにも空母が残っていたと思うので、この空母も仕留める。ここまでやったら本当にね、アメリカ軍が稼働する空母の数もほとんどなくなるという状況も作れていると思うので、改めてサンフランシスコ攻略作戦が遂行できる環境が整うかなというふうに思います。ではこの後はアメリカ軍の第3艦隊、これの索敵を行います。はい、近隣に潜むアメリカ軍第3艦隊ですね、これの場所がまだ特定できていません。ではですね、ハワイの方なんですけども、アメリカ軍の第3艦隊どっかへと退いていったようです。第1艦隊が敗退したのを見て、おそらく退いたと思われます。なので、改めて、ここから、西海岸攻略作戦をね、発動していきたいと思います。で、目標をですね、サンフランシスコにしていたんですけども、サンディエゴ、ここがね、どうやら、アメリカ軍の艦隊の補給拠点になっているようなので、ここをね、なんとか、最初に落としたいということで、攻略をサンディエゴと変更していきたいと思います。で、万が一ですね、サンディエゴからアメリカ軍の艦隊がハワイに向けて攻撃を行うような場合にもですね、おそらくすれ違うことができるので、察知してですね、それに対処することもできるかなと思いますので、やっぱりサンフランシスコではなくてサンディエゴ、ロサンゼルス、そしてサンフランシスコという順番に攻略目標を、ね、変更したいと思います。で、この西海岸攻略に際しての注意点としてはですね、サンディエゴ、ロサンゼルス、サンフランシスコ。この3つの都市、非常に近いところにあるので、この3つの基地の攻撃隊、あるいは防衛隊、これ、
同時に相手をする必要があるので、まあ、いかに早くですね、飛行場を潰すか。これがね、すごく重要になってくると思うので、ここはね、念頭に入れておきたいと思います。そして、まずはサンディエゴ。ここに早く陸戦隊を送り込む。その環境づくりを行っていきたいと思います。でここまで来れば、もう、多少の損害は、まあ、容認する。覚悟の上で、この3つの都市ね、一気に葬り去りたいというふうに考えています。アメリカ軍の方ですが、西艦外にはですね、潜水艦を配置して防衛に当たってますね。この潜水艦には構わずに、サンディエゴに突入していきましょう。で、潜水艦の相手は駆逐艦にね、相手をしてもらえればいいかなというふうに思います。ここにも潜水艦ですね。潜水艦を持ちましょう。ここでハワイに、防空警報が鳴りましたね。アメリカ軍の艦隊。これから発艦した航空機102。ちょっと数が多いなぁ。しのぎきれるかどうか。ただもう、主力艦隊はですね、西海岸にほぼほぼ到着済みというところでなすすべがないので、このまま突入するしかもう道はないですね。数62隻。これも完全に、最後の力を結集した艦隊ですかね、アメリカ軍は。直縁の数が、72。空母3、戦艦にまだこんだけの戦力を抱えていたというのが驚きですね。さすがアメリカ軍と。というところですかね。こちらはサンディエゴに屈指をかけていきます。で、398機ですね。では、サンフランシスコに大規模な屈指をかけていきます。まずは、基地の防衛隊、基地航空隊。これをね、突破していきたいというふうに思います。はい。第一次攻撃隊ですが、飛行場を潰しました。これ大きいですね。では続いて、ロサンゼルスに対しても、空襲をかけていきます。まずは飛行場をいかに多く潰すか。これにね、集中していきましょう。サンディエゴの方は潰しました。残っているのがロサンゼルス、サンフランシスコ。ここの飛行場を完全に破壊します。では、サンディエゴに再び空襲をかけていきます。飛行場を潰しては復旧させて、潰しては復旧させてという攻め合いが続いていますが、ここで完全にね、サンディエゴの方をまずは陥落させる。で、サンディエゴに陸戦隊を送り込んだらですね、艦隊は北上、陸戦隊も北上ということで、陸と海両方からですね、北上しながら、ロサンゼルス、サンフランシスコと、両方からね、攻撃できる体制を取っていきたいと思います。なので、まずは30分。では続いて第6艦隊ですね。2航線第2航空艦隊から、直縁機34機が待ち構えるロサンゼルスに対して、180機の攻撃隊で攻撃を仕掛けていきます。ロサンゼルスの飛行場もね、潰しましょう。
サンディエゴは最終局面に入っています。陸戦隊すでに上陸しております。数的にもですね、敵の防衛隊はだいぶ数を減らしてきているという状況ですね。なので、これで戦いをね、集結させるということになりそうです。サンディエゴを占領しました。大きかったですね。そしたらサンディエゴを拠点にロサンゼルス、サンフランシスコ、ちょっと距離はありますがシアトルというふうにね、北米大陸の攻略を進めたいと思います。その足場固めがね、今回できたかなというふうに思います。ではアメリカ軍のね、艦隊の動向、これも気になるところではありますけども、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。